はいどうも、ダークネスローズです。えっ、ー、とおはようご、おはようございます、じゃないわ <laughs>。こんばんは。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、2月23日、ね、天皇誕生日だよね、今日がね。天皇陛下の誕生日で、えっ、ー、と、まあ、令和のね。はい。あの、まだね、なんか感覚的、俺、配信でも言ったんやけど、感覚的になれなくて、あの、まだ12月23日の感覚があるけど、まあ、もう2月のっていう感じなのかな。多分ね。う なんかでもほんまに「ステルスステルス祝日」とか言ってるけどほんまにあのなんだろう土日祝が関係ない仕事をしてるとまあまあ日曜は休みなんやけど土,日あの土曜とか祝日とかあんま関係ないからまあ土曜はあれやけどなんであんまりね意識することがないっていうのもまああるんやけどでもまあ言ってもさ有名な祝日とかさまあゴールデンウィークとかさまあそういうのはまあ意識の中にあるわ,やあるわけやんか。 でもさあのー、ほんまにガチでえー、っと今日今日の23日に関しては2月のね 2, 2月23日に関してはもう完全に忘れたうた、ん、あの休み休みっていうか祝日だっていうことが意識になかった、うん、だからえー、っとさっき 俺、リアリティの配信をね、配信をやったわけじゃないけど、人の配信に行ったんやけど、まあ、その時に、なんか、通知とかの中に、あの、明日は祝日が、だからどうのこうのとか書いてる人がいて、天皇誕生日がどうのこうのって書いてああ、そうかって思った <laughs>。ぐらいの感じでね、もうね、全然忘れてる。うん。でも、まあ、2月23日ってことはさ、まあ、もう、あと、今月も、 まあまあこれ毎日言ってるみたいやけどあと5日やからね言うてうん早いものなのか何なのかまあまあ2月は短いんでね仕方ないというか当たり前といえば当たり前なんやけどうーんまあまあそろそろ俺もまた実写の動画のシーズンが来てるんでまたなんかいいネタをね喋ろうかなと思ってるんやけどまあ多分今回はあの V の話になるだろうねうーん。 まあまあルーちゃんの話になるだろうね今回はルーちゃんの話とあとは誰だろうあの人あの身長170センチ以外は死んだ方がいいって言ってた人の話とかあの人俺前から知ってるからななんか前になんかの番組に出てるの見て可愛いなと思ってたからあの人知ってるんよねタヌカナだっけあのあの子知ってるからあの子についてとかぐらいかな他に特に言うこともないしな まあ,あとそのアンチについてその今一度もう一回言いたいことがあるからまあまあそれについてはまあ言おうかなっていう感じかなうんまあそんな感じですうんまあまあ今のところのそのトークデッキというかみたいなもんはまあ今今言った感じやけどまあ言っても今日が まだ23日であとね言っても5日ぐらいあるんでその間にまた新しいネタが出てくるかもしれないし、まあ、もっと魅力的で俺にとってその刺激的なニュースエキサイティングなニュースが出てくるかもしれないんで、まあ、そうなったらまあ入れ替わることもあるだろうけど、うんまあ、とりあえず現時点ではそうだね。でしかもそんなね言ってもねもう今のしかも2月よ2月のさ後半ぐらいにさ特に何もないでしょう言うて。 何も起きないんでまあうんおつぺこって感じだねおつぺこおつぺこかんだかんだ <laughs> っていう感じやね言うてもねうんまあそんな感じだねまあまあえっ、ー、とーうーんそんなふうにまあ動画を撮るのも含めてねうん楽しみにしてもらえたら うん、そんな感じかなでもこれ以上喋ることはないよねめっちゃグダグダになってモテてるけどまあグダグダはいつものことなんやけどさうんまあねそれとそろそろほんまにゆっくりもねやらなきゃいけないんやけどあの東方儀太局も最終話で止まっちゃってるからやらなきゃいけないのは分かってるけどなかなかねゆっくりの編集がね手がつけられなくてうん どうかなできたら、本当にできたら、この土日にできたらいいなとは思ってるんやけど、まあその日俺その動画を撮影したりもするだろうから、土日。多分土曜日あ、あれ月曜か。だから土日ぐらいだったら多分できるんで、そこで編集できたらいいなと今は思ってます。思ってるだけです。あの、確定でも何でもないし、約束もできません。はい。うーん、そんな感じですね。はい、ダークネスローズでした。バーイ。